生理痛が年々辛くなっていませんか？もしかしたら子宮内膜症かもしれません。子宮内膜症は通常子宮の内側にしかできない子宮内膜が子宮以外の場所で増え、強い痛みを伴う病気です。原因は未だ明らかになっていませんが、放置すると不妊症や卵巣がんのリスクも高くなるため、早期に発見して治療を開始することが重要になります。子宮内膜症のサインは生理痛です。寝込んでしまうほど痛い、薬を飲んでも効きにくいなどの症状があったら、我慢しないで婦人科の受診をお勧めします。明理会東京大和病院には女性医師も在籍しているのでご安心ください。患者様のご希望を最優先に治療法を選択していきますので、まずはお気軽にご相談ください。